ルートゼロキスキスラビリンス。はい、今回からですねこのラブルートゼロやっていきたいなと思うんですけど、こちらのゲームアマゾン評価1とかだったかな、1点なんかあったかな、割とまあクソゲーと有名な乙女ゲームなんですけど、私言うて乙女ゲームは結構な数やってきた自信があるんですねでも2008年でしょ、2008年って私もうどうだろう、何やってたかな、発酵機とかもうそう乙女ゲーム結構やってきた私が何がこれがクソゲーなのかっていうのをねちょっと知りたくて、ちょっとオプション見ときましょう。設定を変えるんだね。でもいちいち喋ってくれるのよくない、あとなんかあれだよね、主人公ボイスあるんだ、じゃあオンでいいよ、バイブレーションはオフでいいかな。なんかオープニングはすごかったね、なんかキスキスラビリンス、いろいろすごかったね、なんかね、大丈夫かなみたいなね。間違いはないな。待ってよ、何これ、足立八重子さんっていうの嫌なんだけど。おい、お前名前は、名前だよ名前。すごいな、なんかいちいちさこのなんていうのボイスが入ってるのが当時のゲーム感があっていいわね。ないわよこういうゲームをやるときは、これでも大丈夫かな、私こういうゲームやるときさ絶対名字雪村か桜かどっちかにするんだけど、雪村って大丈夫ちょっと危ないよね、ないんだけど、しかもあったわ、ごめんなさい、多分損にあるよね、多分損なのよ、大丈夫これねえ、ごめんちょっと待って、次に移動して、あしないんだけど、なんで、あそういうことね、下がいいよひらがなで、ニックネームって何、難しくない、ニックネーム、私ニックネームないのよ、あニックネームそれこそさ YouTube のアカウント名にするわ、いいのあってよかった、はい本当にこれでいいんだな、なんか悪いみたいじゃん、いいんだよ、かわいい名前だね俺好きだよすごいな、名前でそんなこと言われると思わなかったからちょっとびっくりしちゃった、校庭にあるもみの木、もみの木あるの、すごいファンシーの影がちょうど10時間にかかる時に告白すると必ず思いが叶うんだって。私の通う青蘭高校に伝わる不思議な学園伝説、本当かどうかなんてわからないけど、でもこのおまじないで片思いをしている誰かが勇気を持てるなら素敵だなってそんな風に思ってた。待って、これ主人公じゃない喋ってんの、人間ってのは本当に勝手な生き物だよな。恋っていうのは時に人を弱くさせますから、何にでもすがりつきたくなるのでしょうね。そんなもんか、何なのこの人たちは。そんなものです。でも本当は何かの力を借りて自分の思いを叶えるなんてしちゃいけないことなんです。それは弱いままの恋になってしまうから。恋に強い弱いがあるのね。私はまだ知らなかった。恋は人を弱くさせて、そして時々強くもさせる。そんなことを。まあでも入りなんか乙女ゲームの入りとしては割とちゃんとしてんじゃない？こんなもんでしょ。あ、ちゃんとバックログも見れるよ。これ設定はどうやって開くの？オプション。ん？主人公ボスオンだよね。本だもんね、うん、大丈夫です。すべてはこの日この出来事から始まった。
俺、君のことが好きなんだ。なんか顔でかくない？顔でかいからや。うん。好き。本気で。いきなり告白されると無理だよね。ちょっとごめんなさい。ここは断りましょう、ゆうたちゃん。そんな無理だもん。だって知らないんだもん、私彼のこと。彼はクラスメイトのクロエ・カズヤくん。2年生になって同じクラスになった男子だ。え ?1 年生の時は違ったってこと？ごめん、カズヤくん。本当に断ったわよ。いいよ、分かってた。え？彼氏いるもんね。ごめん、分かってたのに。待って、私彼氏いるの？湯原先輩と付き合ってるんでしょ。待って、誰だ湯原先輩って。うん、私の幼馴染の湯原高一かな、高ちゃんのこと。学年私たちより一つ上の3年生だから、和也くんとは接点がないと思っていたけど、人からそう言われると改めて、ああ、私、こうちゃんの彼女なんだって思う。待って待って、彼氏持ちが主人公で大丈夫なの今後。それにしても、こういう時なんて言ったらいいんだろう。和也くんは親しみやすくてクラスでも人気がある人。そんな人がどうして私に。あのね、その瞬間、え？な、何？それ私が言いたいのよ今。地震？え？危ない！何何？もう地震ってことなのに、これもうあれかな、絶対絶命としかなんか私は今プレイしてるのかな。振り向くと背後にあった本棚が倒れようとしていた。コマ送りの映像のようにゆっくりと時間が流れる。倒れてくる本棚の下敷きになる。そう思った時、本棚と私の間に割って入るように人影が目の前に立ち塞がった。かっこいいじゃん。怪我なんてさせないよ。かっこいいじゃん。髪型気になるけど。カズヤくんが倒れてくる本棚から私を守ろうと両手を広げた。え、両手を広げるよりもさ、本棚押せばいいんじゃないかな。今ではカズヤくんが怪我をしてしまう。今はダメ。それは過去の光景の繰り返し。それのせいで誰かが傷つくのは二度と嫌なの。なんかあったってこと？過去に。待って、びっくりする。あの待って、これさ消せる、この消せるわ。え、なんでさパート1最初でさこんないきなりねえ私の目の前でこうちゃんが倒れていて、血だまりがどこか広がっていく。こうちゃん、私はこの人と付き合ってるんだ。目を上げながら私の意識は途絶えた。え、この主人公の声やってる人は誰だろう。ちょっと微妙に棒読みなのがちょっと面白い。あの日から私とこうちゃんの関係は変わった。え、何これ。気がついた。こわごわと目を開けると、そこには和也くんの姿があった。和也くん、痛いとこない？大丈夫？いや、もうあなたが大丈夫。私は大丈夫。なあ、ごめん、飛ばしちゃった。大丈夫だよ、こんなの。血が出てるよ。平気平気、俺男の子だもん。そういう問題？, 笑っているけど血が出ているのに痛くないわけがない。心掛けないようにしてくれてるんだ。和也くん優しいな。なんかなびいちゃってるな、もう。それよりさ、ここってどこ？え？どこって？
教室じゃ。カズヤ君と二人教室にいたら地震が起きて、そう思って辺りを見回すと、そこはさっきまでいた教室の中、広い庭園のような場所だった。なんかやっぱ顔でかい。ここどこ？わからない。俺が気づいた時にはもうここだったんだ。だって私たちさっきまで教室にいたじゃない。この数分前まで二人で教室にいたのに、それがどうしてこんな場所にいるんだろう。それにこの庭園には私たち以外の人が見当たらない。足音も人の声も何もしない。なんだ、怖くなって私は立ち上がった。私人を探してくるね。これは何、もう異世界転生もの？和也君怪我をしているし、私がしっかりしなきゃいけない。ちょっと待って。大丈夫、和也君は怪我をしているんだから、私が。焦っていたせいか、何もないところでつまずく。大丈夫、ほんとね、いろいろ大丈夫。大丈夫。そうやって立ち上がるとしたとき、たくダセーな、オロオロしてんじゃねえよ。まあ、確かにダサかったわね。目の前をふわふわと飛ぶもの、黒い羽が生えた小さな人。ダメですショコラ、そんな言い方をしちゃ。私はショコラの方が好きかな。もう一人のふわふわ飛ぶ人、この子には白い羽が生えている。だってよ、お前だって笑ってたじゃん。僕は言い方を注意しているんです。お前はいちいちうるせえんだよ。でも本当声優は豪華ね。ショコラがガサツなのがいけないんです。私と和也くんは二人のやりとりを唖然と眺めていた。二人って言ってもどう見ても人って感じではないんだけど。だと？おめえだって男のくせにこまごまとな。ああ、そんな差別的なセリフは女性に嫌われますよ。構わねえよ。えい、やかましい。和也くんはショコラにデコピンをする。おお。ショコラ、てめえ、見たい気で可愛い俺みたいな存在にいきなりなんてことしやがる。見たい気で可愛いかどうかわからないけど、顔が四角ね。いたい気さも可愛らしさも俺には見当たらない。何を。ショコラ、残念ながら僕にも見当たりません。お前はどっちの味方なんだ。だからいい加減にしろって言ってるだろ。お前ら一体何なんだ。あのね、私たち何がどうなったのか全然わからないの。何かわかるなら教えてくれ。俺はショコラ、こいつはキャンディ、ここ精霊界の住人だ。精霊界、ちょっと覚えられるかな。なんかとんでもない設定よね。ここは異空間、つまりラビリンスです。ラビリンス、言いたいだけでしょ、ラビリンスって。はい、通常向こうの世界とこちらがつながることはないんですが。めちゃめちゃつながってるじゃねえか。つながっていないなら私たちが飛ばされてくるはずがない。そうです、つまり事故ですね。ひどい事故もあるもんだな。で、どうやって帰るんだよ。ほんとよ、わかりません。役に立たないわね。わかりませんじゃねえだろ。わかんないもんはわかんねえんだよ。お前頭悪いんじゃねえのか。すごいな。うるさいちびっこ、なんだと。
二人とも落ち着いて。ねえ、元の世界に戻るにはどうしたらいいの？だからわかんないんでしょ、それが。すみません、こちらとしてもすぐにでも返してあげたいのですが、ちょっと難しそうです。こっちだって、人間がこんなところに飛ばされるなんて思ってねえもん。それって帰る方法が全くないってことか？そういうわけではありません。ただすぐには無理ということです。焦るなよ、どうせお前ら暇な高校生だろ。お前いちいちムカつくな。まあ否定はできないわね、いちいち確かにムカつく。ふん、俺もお前に同じことを思ってる。今日は帰れない。今日は帰らないといけない。弟と妹を幼稚園に迎えに行かないといけないし、洗濯も…え、なになに？親御さんはいらっしゃらない系？夜ご飯はハンバーグの仕込みだけしたままだし、それにそれに明日はこうちゃんの病院の日だから。足をかばって怪我をしたこうちゃんは1ヶ月間病院に入院をした。日常生活に影響が出るほどの後遺症はなかったんだけど、え、よかったね。怪我をした右腕はフェンシングができなくなった、フェンシング男子だったんだ。小学生の頃から続けてきたフェンシング、今年は全国大会に行くって言ってたのに。ごめんね、こうちゃん、私をかばったせいで。お前のせいじゃないよ。でもこうちゃんは全国大会に行くって。いいんだ、フェンシング。それよりお前に怪我がなくてよかった。ごめんね、ごめん。なんだろう、こうちゃんの電気検診には必ず付き添うようにしている。何があってもそれだけ続けてきたのに。どうしよう、不安と心配で胸がいっぱいになる。そんなの和也くんだと同じこと。だから私だけ不安になっていたらいけないのに。大丈夫。震える私の手に和也くんがそっと手を重ねた。大きくてあったかい男の子らしい手。俺が絶対元の世界に戻る方法を探し出すから。うん、和也くんの優しい声。和也くん、もう好きやん。だから泣かないね。優しい微笑み、ふわっと包み込まれるような温かさを感じる。うん、それを見ていたら気持ちがふわっと軽くなった気がした。和也くん不思議な人。和也くんが大丈夫って言ったら本当に大丈夫な気がする。待って、はい、あのね、私このゲームに関しては和也くん落とす気はなくてもうなんか最初から割ともう声優さんで決めようと思って、ちょっと和也くんは違うんですよ、悪いな。断ったばっかりなのにそんな風にされると悪い気がするな。明るい和也くんはクラスでも一番人気があって、いつも周りに人が集まってくるキラキラ太陽みたいな人。こんなに頼ってしまっていいのかな。それ頼らないでいきましょう。お前らイチャイチャうぜえな。してないのよ別に。イチャ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 なんかしてねえだろ。してないよ。ふん、どうでもいいけどさ、そろそろ暗くなるぜ。暗くなるってどういう意味だよ。だから夜になるってことだよ。だいぶ真っ昼間だけど。ここの夜は冷えますからね、体を冷やさないようにしてください。夜があるの？ほっとりめだろ、朝がありゃ夜もある。ラビリンスをなめんな。その辺は人間界と同じですよ。そうなんだ。そうなんだ、意味わかってる？意味？何のこと？でも
も野宿は嫌よね。鈍いなあお前。ラビリンスに人間はお前らしかいないんだぞ。うん。あれ？それって。はい。お二人はここで夜を一緒に過ごすってことですよ。え？あの。やばいな。そこなの？俺も違くない？食べ物とかもっといろいろあるでしょ。なんか悩むところは。何この BGM。 うだうだしてても仕方ねえし、どこか休めるような場所を探そうよ。ちょっと待って。はい、ちょっとオプション音がでけえん？何か変えたいの？ BGM 狂ってると思う。え、下がんなくない？全然。どれぐらいかな？下がったかな？ああ、もう、うだうだしてても仕方ないし。まあまあ、まあまあじゃない。これぐらい？うん。休めるような場所を探そうよ。そうだね。あそこはどうかな？広場の一角の、何これ、東屋東屋ここなら屋根もあるし、天気が変わったとも大丈夫そう。私と和也が建物まで近寄って中を覗く。よし。何これ。とりあえず今夜寝るくらいならここで大丈夫だろう。いいのか、女の子と二人でこんな小さい場所でよ。うるせえ、余計なこと言うな。やらしい。とにかく寝るスペースを確保していただくのが第一ですから、ここで十分だと思いますよ。なんかビジュアルはキャンディーの方があんま好きじゃないけど、中身はやっぱキャンディーの方がいいわね。あと必要なのは食べ物と飲み物ってところか。食べ物ならその辺に落ちてるんじゃねえの。落ちてるもの食べろっていうの？落ちてるものを食べたらダメだよ。いえ、そういう意味じゃないんです。ラビリンスには時々現実世界のものが飛ばされてくるんですよ。現実世界とつながるのは事故だって言ってたよね。そう簡単に起こることじゃないんだろう。なのですが、今は時空のつながりが不安定なんです。だから毎日いろんな場所でつながりが生まれます。じゃあなんで俺たちは帰れないんだ。そんな簡単につながりは見つからないし、日が沈むとつながり自体なくなっちゃうんだ。そういうことです。まあ話がずれましたね。現実世界のものが飛ばされてきているから、それを食べても大丈夫ってこと？でもそれも要するに落ちてるものだよね。食べなくてもよくない？その通りです。あなたは賢い。賢い。ありがとう。食べ物だけではないんですよ。このラビリンスはあなた方の世界が歪んでできた異空間。地面も水も空気も昼の光も夜の闇も全て現実世界と同じものです。だから息だってできるし、昼だって夜だって存在しているんだ。なるほど。とりあえず俺たちはこの辺りの散策に出かければ何か見つけられるかもしれないってことだな。大変すぎない？そうみたいだね。じゃあカズヤくん、1時間後にここで落ち合う約束ことを約束し、あたりを散策するために歩き出した。ひとまず広場まで戻ってきた。どこから探そうかな。どっ
こでもいいんだけど、森じゃない、やっぱり森ガールだから森、ここ森なの、一本まっすぐに伸びた道がその先へ続いていた。特に何もないみたいだし、一人で先に行くのはやめておこう。広場へ引き返した。うそーん。で、要するにここしかなくない？広場にあった噴水に行ってみる。あれ？これってテニスのラケットかな。噴水のそばに落ちていたラケットを拾い、試しに振ってみた。うん、これは使えるかも。何に？人を叩くの？まあ、使えるかもね。そうね、武器になるような。テニスのラケット武器なの、この子。私、胸元にテニスラケットを抱えてその場を後にした。目を閉じていたが、いつの間にか意識が朦朧としてきた。和也くん優しいし頼りになる人だけど、ただのクラスメイトってだけで今までちゃんと話したこともなかった。それなのにこんな不思議な場所でいきなり二人きりなんて。いきなりじゃない。いや、やめて。何、突然、なんで突然そういうシーンになってしまったの私の肩に慣れ慣れしくってわけで、なんかさ、ゆうたちゃんちょっとやだな。何言ってんの、言ったじゃん、俺好きだって。二人きりなのに俺もう無理。無理みたい。やだ。無理ならしょうがないね。いつもよりずっと近い字で感じる和也くんの声。ヘッドのスプリングがきしむ。大丈夫だよ、ここなら湯原先輩にもバレない。心配することないよ。なんだろう、普通の乙女ゲームでさ、こういうシーンが来るとさ、やだちょっとと思うのに、なんか別に来ないね。笑いしか来ないの、このゲームだと。そういう問題じゃない。和也くんの重みが私の体にかかってくる。何、もうそういうことするの、あんたたち。君のその潤んだ瞳、すっごく可愛いよ。うわぁ。和也くんが、こんな人だとは。だってさ、これ勝手にどうせ夢見てんでしょ。なんかちょっとゆうたちゃん嫌だよね。知らなかった。まあ知らないか。何言ってるの。優しいだけのカズヤなんてもういないよ。え、カズヤはいないんだよ。ちょっと頭打ったんじゃない。それってどういう意味？優しい和也くんはもういないって、それってどういう意味？何でもいいよ。とりあえず、楽しいことしようぜ。あなたたち何歳よ、だいたい。そんなの、いや。高2か、でも。大丈夫？どうした。やめて。うわ、私こういう子一番好きじゃない。なんか最低。和也くん、ごめん。そこそ落としてくれた和也くんの手を寝ぼけて振り払ってしまった。全然平気、
え、なんかカズヤかわいそうじゃない、なんか。それってラビリンスに飛ばされるときに私をかばってできた怪我でしょ。怪我ってほどのことじゃないよ。どうってことない。手当てとかしないで大丈夫？ごめんね、私のせいなのに。寝ぼけたからといって和也くんの傷は隠せぬことをしたらダメだ。もう少し気をつけなきゃ。かすり傷だからいいよ。それよりさ、すごくうなされていたよ。怖い夢でも見たの？怖い夢怖い夢だった。和也くん別人みたいになっちゃう夢。どんな夢？あまり覚えてない。怖すぎて忘れちゃったの？子供みたいだね。そうだね。まあね、そんなこと言ってね、なんかね。いろいろ拾ってきたよ。これで夜が来ても大丈夫。ありがとう。お前、何ぼーっとしてるんだ？疲れてしまいましたか？ううん、なんでもないよ。心配してくれてありがとう。毛布も拾えたし、これで夜になっても寒くないね。毛布拾えたの？どういうこと？こいつさ、お前がいない間もずっとお前の話してるんだぜ。すげえうぜえよ。ま、ショコラ、何言ってるんだよ。カズヤさんはあなたのことが心配だったんですよね、カズヤさん。あんたたちもう仲良しじゃん。ごめんね、カズヤくん、心配させちゃって。女の子がこんなところに泊まることになったら心配するのは当たり前だよ。ありがとう。カズヤくん、こんなに優しいのにあんな夢を見るなんて。そうね、嫌よね。あれ、なんだか散らかってるね。このくらいが過ごしやすくない？ダメだよ、もう少し片付けないと。うわ、君お母さんみたい。最悪。なんだよお母さんって。食い物か、うまいか。ショコラ、違いますよ。お母さんって概念ないのか。あ、また夢見てる。ということで、ちょっと一旦長くなってきてるのでこの辺で終わろうと思います。ちょっと今のところはね、主人公ちゃんのことが全然好きになれないっていう、どうしようって感じだよね。まあとりあえず私が攻略したいキャラクターが出てくるまでちょっと辛抱ですね。まあなんだろう、私このゲームわざわざ今新品で買ったんですけど、ちょっと後悔かな。どうだろう、まだわかんないよね。でもこの後すごい楽しくなるかもしれないから。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。はい、次回に続きます。バイバイ。